秩父本線は、埼玉県羽生市の羽生駅と、同県秩父市の三部口駅とを結ぶ秩父鉄道の鉄道路線である。より駅以西の三部口方面側は山間を走る路線となるが、トンネルは全線を通して一箇所も存在しない。本路線の名称は秩父本線だが、この名称は沿線住民には浸透しておらず、また秩父鉄道における。 旅客営業路線がこの一路線のみであることから本路線は秩父線あるいは秩父鉄道、五鉄と呼ばれ親しまれている。このことから秩父鉄道としても利用者向けには秩父本線に相当する部分を秩父鉄道や秩父線と案内している。接続する東日本旅客鉄道や東武鉄道、西武鉄道などでも秩父鉄道、または 秩父線あるいは、秩父鉄道線と案内される。なお、今でも一部の自社発行の記念ギップや看板等に、秩父電鉄の表記が見られる。秩父地方という一大観光、行楽地を抱えるため、ローカル輸送の他観光輸送の比重も高い。普通列車に加え、急行、秩父路や蒸気機関車牽引列車、SL パレオエクスプレスが運転されている。 全線通し運転の列車のほか熊谷駅や影森駅を、始発、終着駅とする列車も多く運転されている。秩父夜祭りや熊谷、内輪祭り、熊谷花火大会など、沿線のイベント開催時には、休行普通列車問わず、臨時列車を多数運転し、輸送力を確保している。なお、 秩父夜祭り開催中の12月3日19時頃から22時頃にかけては、かさぼこ、屋台の横断のために、お花畑駅付近の踏切の河川が外されるため、秩父駅影森駅間は運休となり、両駅から折り返し運転が行われる。ダイヤ改正の実施頻度は、JR 線や他の私鉄線のように毎年ではなく、数年に一度くらいである。 SL パレオエクスプレス、熊谷駅三部口駅間で1日1往復運転される蒸気機関車 c 5 8 3 6 3三インの観光列車。1988年3月より運行を開始した。土休日の運転が中心であるが、土休日でも運転しない日がある。学校の長期休暇中や秋の行楽シーズンなどには、平日にも運転する日がある。 SL の乗車には、普通乗車券のほか SL 指定席券が必要である。2019年までは、指定席1両、自由席3両の設定だったが、2021年からは、全車指定席で運行されている。2020年度は、蒸気機関車 C58363 の全般検査のため、運休していたが、2021年2月13日に、 運転を再開した。C58363 県員、パレオエクスプレス急行七風呂の愛称がある。一部の区間を除いて、急行券が必要で、朝夕を中心に運転しており、速達サービスを提供している。使用車両は、原則的に6000系だが、検査時には通勤系電車も使用されることがある。通勤系電車使用時には、 休校券は終受しない。基本的にはワンマン運転を実施しているが、秩父夜祭り号など、イベント開催時は、車掌が乗務することがある。種別表示は、ワンマン運転時は、ワンマン、車掌乗務時は、休校である。平日と休日とも4往復が運転され、熊谷駅、影森駅間の列車が中心だが、 と、休日の下り2本のみ、三部口駅まで運転される。2021年3月13日のダイヤ改正を、もって、羽生駅、熊谷駅間の設定がなくなった。普通、羽生駅、影森駅間では、毎時1の2本程度、影森駅、三部口駅間では、毎時1本程度の運行である。熊谷駅及び、影森駅を境に運行本数が異なり、区間運転列車も、 複数設定されている系統が分断されている。車両は、3両編成の列車は5000系、7000系、7500系が区別なく使用され、2両編成の列車は7800系が使用される。また、西武鉄道からの直通列車もすべて普通列車である。こちらは四両編成となっている。ての駅が、有人駅で自動券売機が設置されており、 運賃を駅で収受するため、一部列車を除き都市型、ワンマン運転を行っている。現在在籍している電車の運転台両側には、客用ドアの開閉スイッチ、マスコンハンドルとブレーキハンドルの間に、自動放送装置の操作板が設置されており、運転士が座ったままもろもろの作業ができるようになっているが、進行右側の開閉スイッチについては安全面から、 使用されず、季節の車掌スイッチで開閉している。ただし、西武鉄道からの直通列車には、車掌が乗務するほか、荷物輸送などを行う際にも車掌が乗務する。種別表示は、ワンマン運転時は、ワンマン、秩父鉄道の車両で車掌が乗務している列車と、西武鉄道からの直通列車は、確定である。2008年5月までの西武鉄道からの、 直通列車は、普通を表示していた。過去の種別かつては、準急も存在したが、現在は廃止されている。1985年3月改正までは、平日の通勤時間帯に設定され、朝は、影森駅始発の熊谷駅行き、夕方は、熊谷駅始発の三部口駅行きだった。途中停車駅は、石原、向川、寄井野上。 ミナノ、大野原から三部口までの各駅。1990年代に再設定された時の運転区間は、熊谷駅三部口駅間、途中停車駅は、石原、向川正前田ー井野上、長寅ミナノ、大野原から三部口までの各駅で、原則として2000系で運転されていた。他社線との直通運転の休日のみ、西鉄道からの直通列車もあり、 半能駅から長戸路駅、三部口駅まで休日に往復がそれぞれ運転される。平日の運行は2021年3月13日のダイヤ改正をもって設定されなくなった。2020年3月8日まで休日の2往復は池袋駅発着で西武線内で下りは快速急行、上りは急行として運転されていた。また、 2007年3月5日まで、長泥発着列車はこれより、先の寄居駅まで運転されていた。なお、秩父夜祭り当日は、直通列車は、西武秩父駅発着になる。また、過去には、東武鉄道や国鉄、JR 東日本からの直通列車も定期、または不定期で運行されていた。かつての列車名として、以下のようなものがある。 東武東上線からの直通列車は1992年4月1日に、三峰、長、トロを最後に廃止された。また、国鉄より引き継いだ JR 東日本の高崎線からの乗り入れも同日に行われる、秩父夜祭り輸送を主眼とした2001年12月3日、運転の秩父夜祭りが最後になっている。なお、直通運転が途絶えた後も、 JR 東日本や東武鉄道との関係がなくなったわけではなく、パレオエクスプレス養生機器官社の管理を JR 東日本で行っていたり、工術の通り、ハブ駅よりいい駅間を東武鉄道の改送列車が走ったりするなどの関係がある。JR 東日本小山車両センター所属の E231 系は、旧世代の115系、211系、 入線実績から、行き先表示器に、三部口などの秩父鉄道の駅が設定されていたが、乗り入れ実績がないまま、湘南新宿ラインの設定に伴い、使用行き先パターンが増えた際に入れ替えに削除された。貨物輸送は製品である、セメント輸送が全廃されるなど、長期停落傾向にはあるものの、秩父市にある、武湖山や、群馬県田野郡神奈町にある、 可能山で産出される良質な石灰石を運ぶための貨物輸送が続けられている。またセメント焼成燃料や焼却灰の搬入もあり、現在でもその取り扱い高は日本の私鉄の中で上位に位置する。1970年代までは秩父鉄道の鉄道収入のうち6から7割が貨物輸送を占め、黒字を形状していたが、 1980年代以降、セメント需要の減少や、貨物列車の乗り入れ先であった東武鉄道の貨物ヤードが1986年10月に貨物の取り扱いを廃止したため、トラック輸送に切り替えられたことで赤字を計上した。貨物列車はかつて、山ウンが知り船を経て、熊谷貨物ターミナル駅に乗り入れ、日本貨物鉄道によって、秩父鉄道街へと通じていたが、 2020年9月末を、もって、運行を終了し、同年12月31日付で同線の三賀、尻駅、熊谷貨物ターミナル駅間が廃止されたことにより、貨物列車が車外と連絡することはなくなった。公席列車は、影森駅、武州原屋駅、三賀尻駅間で、設定されており、沖を寄付100系20両編成による、列車単位は1000トンに及ぶ。 ダイヤ上は、影森駅まで設定されているが、山林、加納山両鉱山の生産状況により末端部の運行ダイヤが日によって調整されるため、午後の列車は、武州原屋駅で折り返すことが多い。また、熊谷貨物ターミナル向川駅武州原屋駅間で、燃料となる石炭や原料に加える焼却媒の輸送があったが、山が尻の工場へ輸送するのであっても列車は、 向川駅で折り返す。以上の取扱貨物の違いにより、JR 貨物との連絡運輸区間は、武州原屋駅までとなっていた。その他、東武鉄道の本線と東上線の車両の点配時や、検査時などに、より駅、羽生駅間で、車両回送が頻繁に行われている。この車両改装は、以前は主に、秩父線仕様の ATS を搭載した東武鉄道の、 8000系電車の牽引で行われ、改装ながらも秩父鉄道最長の重量編成での運転が見られていたが、2011年頃から秩父鉄道の電気機関車で牽引することも多くなっている。また、東武鉄道の新車搬入も現在はすべて、熊谷貨物ターミナルから山賀知里線、秩父本線経由で行われており、こちらは以前より電気機関車牽引となる。 東上線へはよりいまで、短期牽員、東武本線へは、ハブ駅まで、プッシュプルで輸送する。2017年から2020年には、東武線と直通している、東京メトロ、日比谷線1万3000系電車の輸送も行われた。使用機関車は出来100系、出来300系、出来500系の共通運用で、これらの形式による区別は、一切なされていない。 埼玉北部、秩父地域において重要な役割を果たす路線であるが、下記の通り、鉄道事業単体としては赤字で厳しい状況が続いている。このことから、埼玉県及び沿線市長より安全対策や利用促進など直接的な支援が行われている。秩父本線の輸送実績を可表に記す。貨物輸送量は中小私鉄としては、 多い方だが、最近は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、根拠資料における、秩父鉄道の輸送実績であり、旅客輸送に関しては、 秩父本線の数値と一致するが、貨物輸送に関しては3が知り船内完結のものが、含まれていると考えられる。秩父本線の営業成績を可表に記す。貨物輸入収入の割合が高いが、減少が著しい。これに比べれば旅客運賃収入の変動は少ない。収入総合計画については増加した時期もあったが、最近では減少している。 表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、根拠資料における、秩父鉄道の営業成績であり、酸がシリセ分が含まれていると考えられる。埼玉県統計年間より算出。 他に人。2021年時点で、電車が19編成53両、電気機関車13両、客車が1編成4両、蒸気機関車1両、貨車6両の、計77両が在籍している。電車電車は、1992年に3 0 0系が、運行終了してからは、他社から譲渡された車両のみで運用されている。 また2014年3月23日をもって、線形電車が営業運転から離脱したため、同年4月時点で運行する自社所有の旅客用電車はすべて冷房付き車両となっている。電気機関車貨物列車牽員、また客車列車牽員、補給として運用されている。蒸気機関車、パレオエクスプレス県員用として1988年に導入。 客車、パレオエクスプレスその他、イベント列車に運用。貨車熊谷駅秩父駅間は、前身の上部鉄道によって開業し、秩父鉄道と解消後に、秩父駅三部口駅間が延長された。羽生駅、熊谷駅間は、北武士鉄道によって開業し、秩父鉄道に合併され、当線の一部となった。全駅埼玉県内に所在。また、全駅が、 事人駅である。ただし利用者数が少ない駅は、曜日によっては午前、または午後のみの営業となる場合や終日無人となる場合があったり、利用者が多い駅であっても、早朝や夜間帯、及び昼間であっても、駅業務の都合で、駅員不在となったりすることがある。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 改札口に貼られている案内板。ありがとうございます。